何かまあ式部教の宮の言葉も大変こう冷たいわけです何かただ時に移る心の今初めて変わりた者にもあらず年頃思い浮かれた者様聞き渡りても久しくなりぬるをいずこをまた思い直るべきおりとかまたん ひがひがしき様のみこそ見え果てたまわめと勇め申したもう断りなり地球峰の宮の何かこのまま言葉切ってあるわけです何のもう会う必要なんかないというふうなことですね。 ただ時に映る心の今初めて変わりたものにもあらず宮野やはりこう考えは北の方よりはずっと広い立場に立っているわけですしかし非難している言い方ですねただ時勢によって映るなり 源氏の弟とか内大臣とかっていうふうなそういう時を得て羽振りのいい人に尻尾を振っていくようなそういう男だというふうな言い方ですね。えー、時勢によって心の移る大将の心が今更おかわりになる。 はずもない。この年頃あちこちに浮かれ歩いていらっしゃるという様子を聞き及んでからも随分久しくなっているのに時間が経っているのに一体いつを 思い改められるはずの時として待つことができようかいつになったら心が改まると期待することができようかいとど東が,がしき様のみこそ見え果てたまま このままつまり従来の状態でずっと続いていくならば大層東々しいあなたの様子つまりあの大小の北の方に 悟してていいる、る戒め糸ひがひがしき様っていうのはの北の方の病気で体操みっともない様子ばかりを見え果てたまわめ徹底的に お店なさることになるだろう。見え果てたまわね。最後までお店になることになるだろう。と、いめておっしゃる。もっともである。 池黒の大将の言葉ですが、次は、伊藤若々しきーチも調べるかなと。たいそう、なんか娘娘した、若々しい気持ちの、することですね、 おもほし,しつまじき人々もはべればとのどかに思いはべりける心の怠りを。「おもほしひつまじき」っていうのは思いを捨て去ることもできないあるいは思いを切り捨てることのできない幼いものも。 幼い子どもたちもいるから、いることだからしてと、のんびりと思っておりました、その私の心のお怠りを、返すげす申し上げても、どうにももう致し方ございません。 今となってはただ心なだらかにのんびりとお見許しくださいまして罪去りどころの罪去るっていうのはあの責任を自分以外の他のものに転嫁するそれが罪去りなんですね。 つまり今北の方が家を飛び出してしまったわけですそれに対して今そんなふうにあなたが行動なさったらそれはあなたの罪になる。 悪いのは私なんだということを世間の人が知ってから行動を起こされたらいいだろう今のままでは世間の人があなたの責任だと思うから今あなたが家を出るのはそれは ダメだというふうな言い方でこう,う相手の心をなんか納得させようとしてるわけですね積み去りどころの義にも断らせてこそかようにももてない玉め、責任をあなたに転嫁する ことがなくって、世間の人も、なるほど、北の方がそんなふうに行動なさるのは最もなことだというふうに思わせてから、理解させてから、その後こそ、こんなふうにお扱いになってごらんなさい。それの方があなたにとっては、うん、有利なはずですよというふうな言い方で、 説得しなどと聞こえ患っておわすいろいろ言い患っていらっしゃるさらに姫君をだに見立てますらんと聞こえ賜れど せめて姫君にお会わせください。と申し上げなされたけれども、いたしたてまつるべくもあらず、お会わせなさるはずもない。